磯部さんに水放り込まれたからね、もうちょっと単調めっちゃワックスがもう溶けたんすよいいですか、はい、ここも流しますね、はい、ここもあ、マジですか、今のも流す、はい、流します、はい、はい、こちらには堀本選手と大見選手に来ていただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。これお二人仲いいんですか。まあ同じ四国チェックなんで、もうずっと仲良しです。はい、堀本選手にはちょっとまず私聞きたくて、髪型がやっぱすごいなっていう、そこに関して聞きたかったんですけど、はい、すいません、ファンの皆さんの前で帽子なんて、あ、髪型もターンマークにしてきました。ちょっと開会式では滑りましたけど、水面では滑らないように一生懸命頑張ります。応援お願いします。もうね、なんかこの薄い顔なんでね、やっぱ人覚えてくれるんですよ。なかなかどこにでもおりそうな顔しとんでね、いや、これぐらいのパンチあった方が覚えてくれるんちゃうかなと思いまして。でも選手紹介はすごいこう印象が、いや、ちょっと暗くて分かりづらかったですね、あれは。ちょっと滑ってましたね僕にはちょっとできないんで、まあ、でもやっぱ出てきた時は誰か分からなかったんで、やっぱ途中からすごい面白い髪型にするようになったんで、もうこれはもう誰が見ても一発で覚えてくれるなっていう感じに思いましたね。多分けなしたんですよこれ褒めてるように言うてますけど、多分けなしてますよそうなんですね、まあ、なんですかね何ですかね、プライベートそこまでね、プライベート遊ぶってわけじゃないんですけど、なんか周りから聞いてる割にはちょっと落ち着きすぎとるかなっていう、もっとなんかね、僕よりは年若いですけど、もっと遊んでいいんちゃうかなという気はしますけどね。あ、なるほど。ちょっと落ち着きすぎっす、って言われてます。遊びます見た目の割に、ちゃんとしてるんですよ。見た目こんなんですけど、って言われてますけど、割と中身はしっかりすると、ちゃんと半分けなしてくるでしょそこはそうですね、結局半々っていうところですけれども、いや、もう今日はね、ちょっと、まあ、2日目4号でやったんですけど、それはもう伸び一発つけていったんで、まあ、ちょっと道中ね、やっぱり重たいんで篠崎さんにちょっと裁かれましたけど、はい、まあ、でも1周1コーナーに対しての破壊力はちょっとあると思いますね、はい、スタートはどうですか。あ、スタートバッチリです、はい、尾身選手はいかがでしょうか。僕は昨日レース終わってから新ペラになって、まあ、だいぶ下がってたのが普通ぐらいにはなったんで、まあ、今日はレースにはまあ参加できたかなという感じです。今日後半はちょっと早すぎて掘っちゃったんで、まあ、でも大体見えてます。はい、はい、まあ、ちょっとこんな変な頭してますけど、レースは真剣なんで、ぜひ投票してください。お願いします。ターンマークに当たってもこけないように頑張ります。はい、ありがとうございます。